はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日はですね、2023年8月7日です。これからですね、吉祥寺のですね、井の頭公園駅近くのですね歯医者に行ってくるんですけど、今日はですね、なんとあのニコン Z8 のですねストラップのこの取り付けのですね金具、ちょっとこれはねカメラはニコン F3 なんですけどね、この金具がね、ストラップの取り付け金具ですよ、これが外れるという、ね、ことをねニコンさんが、検証した結果ですね、まあ、そのような答えを出しまして、でその該当のですね、ニコン Z8 について無償でですね修理をするというふうな発表をしました。ただね、私ねこう率直にね言いましてね、まあ、これ一言じゃないですよね、ニコン Z8 を2台使ってますんでね、その2台ともですね該当して修理をしないといけないんですけれどもね、まあ、ただ前回マウントね Z マウントのですね、不具合の件で、修理いたしまして、で確かにね数日間というふうなことではあったんですけど、撮影機械損失というかですね、Z8 が使えない日が出てくる、ね、それがすごく残念でしたね。で今回も、まあ、ストラップについてですね、たまたま私はですね、今社員にいる時みたいにですねカメラぶら下げて歩き回るってことが今少ないので、Z8 もストラップをですねつけていない状態で直子さんと一緒に使ってるんですけど、まあだからまあストラップを使わないからいいかっていう問題ではなくて、やはりですね、直さざるを得ないなというふうに今考えてましてね、まあいずれにしても、折を見て修理に出したいと思います、ね、ただねニコンさんね、今回のはですねちょっと立て続けだったですね。まあ Z8 をですね出たらすぐに欲しいなっていうふうに思ってですね、まあ、買ったわけですけど、まあ、残念なことにですね、1回目はマウントの不具合、そして今回はストラップのですねこの取り付け金具もですね、これが強い衝撃が当たるとですね外れてしまうということで、そういったことが可能性としてあるということはですね、超望遠レンズなどをですねつけて、ぶら下げるってことはまあ滅多にないにしても、まあ、例えば撮影のですね、とりあえず現場でですね何かな、カメラのストラップをですね、肩からぶら下げて、レンズを瞬間的にでもですね、肩からぶら下げるというふうなことが、なきにしもあらずということで、そういうふうな時にですね、壊れてしまうというのは、やはり問題、壊れてしまう可能性があるというのは問題ですね。そもそも今までのニコンの製品でですね、そういったことがあったかどうかちょっとわからないんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、蚊がいて。私の知る限りですね、このフィルム時代にはなかったと思います。はい。そして、D5 とかですね、も使いましたけれども、ね、その全然ですね、そのストラップの取り付けの強度に関してはですね、もうがっちりと、もう取り付けというか、金具がですね、ダイキャストについているというふうな感じがしてですね、そう簡単に壊れるような感じは していませんでした。でただ今回 Z8 がですね、これはちょっとそうではないかもしれませんが、セリーボを使ってですね、どのように、ストラップの金具をですね、取り付けているかどうかわからないんですけど、そのような新しいですね、設計の上での問題だったのか、もしくは、単にその製造上のですね、問題だったのかわかりませんが、ね、何はともあれ、今回、メーカーさんが認めたということで、無償修理にはなったんですけどね。ただ怒ってしまったことは仕方がない。よくですね、私にですね、そんなメーカーやめてしまえばいいじゃないかっていうね、ことをね、言われる人いますけど、で私は、それはですね、たまたまニコンで起こったということは事実なんですけど、だからといってそれでそう簡単にね、ニコンの Z カメラをやめてしまうっていうようなね、ことで、普段から集めてね、それを使用してるわけではないので、そういったことも起こり得ると。工業製品ですから、どうしてもね、今回は、製造ロットというか、そういうね、結構多くの個体がですね、それに該当するのかもしれませんが、ね、ただ自分が買った製品自体が、不具合があるってこともね、当然工業製品だからあり得るので、
それはもう承知しております。で、まあ、この動画でもですね、ちょっと言っていいかどうかわかりませんが、実際私ですね、初期不良でですね、困ったことも何回もありまして、で、それでまあそれは仕方がないんですけど、修理に出してる間はですね、せっかく買ったにもかかわらず、ね、その機械を、そのね、新製品というか、まあ新しい製品を買ったのにもかかわらず、使えない状態、ね、使うことができない状態というのがね、やっぱり続きますよね。そして、あと、当然ですね、業務に使っているので、不具合が生じる可能性があるものというのは、業務に使えませんので、ですから、まあ、そうですね。まあ、正直なこと言いましょうか。ニコン Z9 の、3代目のボディですね。すごくフリーズを繰り返してですね、何度もですね、もう買ったばかりなのにフリーズするわけですよ。で、原因がなかなかつかめなくて、修理に出してもですね。で、修理帰ってきてもまだ治っていない。ね。そしてまた出す。で、そしてまた治っていない。というようなこともあって。で、それでその間はですね、仕事に使えないわけですよ。そんなフリーズをですね、してしまうようなカメラをですね、仕事場に持って行っても安心して使えませんから。結局、ね、買ってですね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいね、使えなかった。ね、そんなような経験もしました。で、そして、あと、ですね、ニコン D4S を買った時は、ちょっとピントの不具合でですね、ファインダースクリーンでピントが合わないんですよ。で、そんなこともあって、それも結局なんだかんだ行ったり来たり行ったり来たりしまして、2ヶ月ぐらいで、まあ、使えない状態になりまして。まあ、今回も、まあ、Z8 ですね、まあ、私自身は実際そのトラブルに巻き込まれて、ね、例えばストラップの金具が外れたとか、マウントレンズがつかなかったとかいうのはたまたまね、発生しなかったんですけど、その発生する可能性があるという答えをですね、まあ、買った以上、それはメーカーさんが対応してくれるということで、まあ、した方がいいじゃないですか。ね。で、だから、まあ、一応、ね、直して対応して、安心できるようにしましたけれども、まあ、今回もですね、ストラップの金具についてですね、やっぱり、どうしてもね、肩からぶら下げて歩いたり、首からぶら下げて歩いたりとかしますのでね、まあ、そういったことを考えると、やはり出さざるを得ないということで、折を見てですね、修理に出そうと思っています。ね。皆さんいかがでしょうかね、今回のね、ニコンさんの対応ね。まあ、もちろん、無償対応とか、メーカーがですね、そういった非を認めたと。で、それを公開した、公表したというのは、まあ、すごくリスクも当然ね、企業としてはあるでしょうけど、まあ、そこら辺はですね、まあ、今回真摯なですね、姿勢でですね、株式会社ニコンさんはですね、対応をしたと思います。ですからまあ、起こってしまった事実というのは、それは仕方がないことなので、まあ、それをいかにしてですね、まあ、そうですね、対応していくのか、というところの中で、まあ、今回のニコンの対応というのは、まあ、当たり前だっていうふうにね、おっしゃる意見も絶対あると思いますけど、まあ、それは私としては、今回、まあ、ニコンが公式に認めて、ね、まあ、マウントの件もありましたけれども、ね、今回、ストラップの金具の取り付けがですね、外れてしまうというところも、まあ、認めてですね、まあ、対応するというふうなことになったということは、まあ、良かったと思います。で、それで、まあ、それによって、Z8 がですね、まあ、取り付け、まあ、マウントのですね、不具合も解消、まあ、できたわけだし、あと、ストラップの取り付けの部分もですね、強度的に、不安なところも、まあ、払拭できるわけですから、ね。そういったことで、安心して、これから Z8 を、買って使うことはできると思います。はい。ですから、まあ、Z8 は、まあ、単にそのですね、まあ、確かに、欠陥としてですね、ちょっとまあ、心配、不安がですね、不安要素の大きいようなところがですね、まあ、2箇所あったわけですけど、まあ、それがなければ、まあ、あとは全然問題がないというか、まあ、むしろ、ものすごいカメラだなというふうに思うところが多いので、まあ、これから皆さん、改めてですね、ニコン Z8 をですね、手にしようかなっていう人はですね、安心して、お求めになったらいいと思います。で、今回私はですね、1ユーザー、Z8 を、その該当製品ね、その不具合の該当製品を、使っている1ユーザーとしてですね、もう本当率直な意見を述べました。はい。もうこれはもうニコンを擁護するところはもう一切ないですね。これから、やっぱり、ね、ニコンさんにはですね、そういうようなですね、トラブルというか、そういうような不具合がですね、ないような、設計及び、製造販売を、していただければと思います。よろしくお願いいたします。本当に、該当製品をですね、やっぱ持って、
まあ、いてもいなくても、まあ、そうなんですけど、まあ、実際、まあ、ニコンのですね、製品を愛用している、ね、一人の、ユーザーとして、率直にそういうふうに思いました。はい。まあ、やはりね、これはね、動画でですね、まあ、意見をですね、述べなきゃいけないなというふうに思ってですね、今日は動画を撮りました。で、そして今日はですね、まあ、実際、まあ、Z8 はですね、手元に、まあ、今日は持ってきてないんですけど、今日はね、この間の ZF の噂の話ですね。で、それをですね、ちょっと今日はですね、想像しようかなと思ってですね、ニコン F3 を持ってきました。はい。ニコン F3 ね。まあ、このようなカメラが出てくると面白いんですけどね。はい。果たしてね、いかなる、カメラが出るのか、すごく蚊がいっぱいいました。すいません。もう顔いっぱい。もう今日はね、短パンでですね、自転車こいで、11キロをですね、移動するというところでですね、もう日も暮れてですね、夜の8時15分から診察が始まるんで、その前にですね、通りすがりというか、まあ、通り道のですね、公園でですね、今、撮影してるんですけども、蚊がいっぱいですね。まあ、そして、ちょっと、マイクね、ちょっと何かね、調整してるんでね、音が入ってないかもしれませんが、セミの声がすごく聞こえています。はい。で、それでね、あと ZF の話ですけどね、まあ、ZF 本当に出たらいいんですけどね、ね、私がこの愛用していました。ね、この、ちょっとピントが、ね、ニコン F3、ね、ニコン F3 のようなカメラになると嬉しいですね。はい。まあ、それでですね、まあ、積層センサーのカメラがいいって一番最初に私言いましたけど、まあ、そうですね、まあ、値段的にまあ見たら、まあ、Z8 と同じような値段になってしまうとですね、やはりその、まあ、嬉しくないというかね、そうなんですよ、ピントが合うかな。はい、ちょっと暗いところでね、ちょっとピントがね、合ってないかもしれませんかね。今ちょっとオートフォーカスで Z30 で撮っていますけどね。まあ、やっぱり ZFC の、 フルサイズ版のようなカメラになってくれても嬉しいですよね。はい。ね。ちょっとピントがなんか合わないかな。よし。はい、再開しました。このですね、ニコン F3 のようなカメラになると嬉しいですね、ZF がね。で、そして、まあ、ZFC のですね、フルサイズバージョンというようなことでね、まあ、出ても面白いんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、やっぱりそうするとですね、何度も言ってますように、50mm レンズを 50mm レンズの、ね、画角で使えると、標準レンズとして使えるというようなところもね、やっぱり楽しいじゃないですか。ね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。よっ。だからね、どんなカメラになるかね、すごく楽しみですけどね。まあ、果たして本当に出るかどうか、まあ、まだ分かりませんけど、今日現在のね、ところではですね、まあ、このニコン F3 のようなカメラになると嬉しいですね。そうしたら、例えば ZFC が昔で言うと FM2、ニコン FE のようなですね、そういった立ち位置になって、もちろんフルサイズなのか APS-C なのかっていうね、そういう違いはありますけれども ね、もう、なんだっけ、もう見た目とかね、触り心地だけどもね、こうフィルムカメラを彷彿させるようになってくれるとね、嬉しいじゃないですか。ね。まあ、何はともあれ、まあ、今日は Z8 のですね、ストラップ取り付け金具、の不具合のですね、話でですね、お話しさせていただきました。で、じゃあこれからですね、私ですね、吉祥寺までですね、自転車こいで行ってきますので、ね。そしたらじゃあまたですね、皆さん、赤山シューチャンネルをですね、いつも本当にご視聴いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。で、またよろしくお願いいたしますのでね。で、それでは、じゃあ行ってきます。はい、じゃあ失礼します。さよなら。